サッカー女子プロ、w ーリーグのアイナック神戸は16日、日本代表、なでしこジャパン、でも主軸を務める主将の FW、田中みな実の2試合連続ゴールを含む1ゴール1アシストの活躍で、ホームのノエビアスタジアム神戸で行われた千葉戦に2対0で勝ち、開幕からの無敗を10試合に伸ばして首位をキープした。 ペイン人指揮官のジョルディ・フェロン監督は、南はメッシのような選手。私が所属していたバルセロナにはメッシがいたが、アイナック・神戸には南がいる、とアルゼンチン代表のスーパースターに例えて頼れるエースを絶賛した。構成をかけながらも、相手の厳しいマークにあってなかなか得点を奪えなかったアイナック・神戸は後半11分。 左サイドで得た山本麻也の FK を田中が頭で合わせて先制。同26分には右サイドを抜け出した田中のクロスを遠いサイドに走り込んだ北川光が頭で突き刺した。後半はうまく修正できた。本当にチーム作りがうまくいっている、と開幕からの10試合無敗を振り返った指揮官は、前線でボールを預ければゴールを取ってくれ。 守備もしてくれる。チームが機能していない時には引っ張ってくれる存在、と田中を高評価。どこかが痛い、と言われたら、夜も眠れなくなる、と冗談を交えて、存在感の大きさを口にした。一方、今季5得点目の田中は、私のプレイスタイルは、メッシュとは違うと思うのですが、と断りつつ、まあ、信頼してくれているということ。 試合中も自由にしていいと言われているし、自分が点を決めるとか、責任を持ってやりたい、と言葉に力を込めた。アイナック神戸のメッシがチームをニキぶりの頂点に導く。